ままずは島根県民に聞きましたどちらにしようかな天の神様の言う通りこの後に続くフレーズはギッコンバッコンギッコンバッコン鉄砲撃ってボンボンボンアベベのベのベのアイスクリームが溶けるまでギットンバットン止まれ言う通り バッコン決めとロうスク一本ともすひよこがないととさ街頭インタビューの結果をまとめるとこんな感じになりました地域の中でも個人差がかなりあるとは思いますがそのあたりはご容赦ください浜田市と雲南市では柿の種という共通の言葉がまた大田市と豪津市ではゲゲゲの毛虫 ケケケの毛虫という似た言葉が登場していますそして想像以上にさまざまな種類があることがわかりますでは鳥取県民はどうでしょうか神様の言う通り赤豆、白豆、黄色豆ニコンバッコン、きよこの卵が割れたかな 神様の言う通りリンゴが落ちたどっんばっ転しょのしょのしょこちらも個人差は大きいとは思いますが街頭インタビューの結果をまとめるとこうなりました鳥取市と倉吉市では鉄砲を撃ってバンバンバンという言葉が聞かれましたまた境港市では島根県沖岐島町と同じ 赤豆白豆黄色豆でした島根ではゲゲゲの毛虫がありましたが南部町ではゲゲゲの鬼太郎がそのまんま登場しています一体なぜこれほどまで地域によって差があるのでしょうか日本民謡の変遷をデータ分析している同志社大学の川瀬淳教授に話を聞きました そうですね。率直な感想といたしましては、やはり、あの、地域性が溢れるようなその歌詞が使われているということですね。具体的には、あの、えっ、ー、と、ゲゲゲの北たとか、あるいはその、ぎっこんぱっこん、こちらもあの、割と様々な地域でも見かける機会はあるんですけども、あの、古今和各州とかでもやはりその、船の歌が、あの、山陰地方でよく出てきますので、あ<ー>まあ、そういった船に関わるような、その上下に動いたりっていう、その、なんか動作とかを伴うような単語が割と、あの、あの、あるなというふうな、 このわらべ歌が見つかったのは100年以上前の1911年頃だといいますそしてさまざまな種類がある背景には基本のリズムに合う歌詞を子どもたち自身が作り出していることが考えられると河瀬淳教授は指摘しますあの子どもの歌なのでやはりその遊びの中でまあ何か目的があって使われている歌ということがあってなんかそのえっと要は動作が伴う。 そういったまあ音楽になってるわけですねなので、基本的にはその動作っていう、つまりリズムが関係してくるんですけども、基本のリズムがあって、そこに地域とか共同性のある単語がまあ当てはめられてきたというふうな流れがあると思いますつまり、基本となるわらべ歌があって、そこに地域の子どもたちが、その場所、時代にちなんだ言葉を、いわば好き勝手に紡いでいく。 そのため小さなコミュニティごとに全く違う多くの種類のフレーズが誕生したと考えられるというわけです。この歌には今後も時代や地域に沿った様々な歌詞が生まれてくるかもしれません。協力してくださった皆さんありがとうございました。